こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の7月9日を1時間過ぎましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 65.36 ということで、ちょっとね、上向きな感じがしますが、今日1日ですとこんな感じですね。これ15分足なんですが、ここからこうぐーっと来てるということで、ここが63円、ここが65円ということですね。まあ、日足にすると大して動いてないという感じになるんですけど、ちょっとね、この上向き加減がちょっと来てるんじゃないかという感じをね、思わせますね。はい、ではツイッター見ていきます。はい、カルドのエイデンさん、今日の出張で知り合った証券会社の人がたまたまエイダファンでめちゃくちゃ盛り上がったと、やっぱどこかにいるんですねということでね、そういうこともあるんですね。はい、しぽさん、カルドのエイダ創業者ライバル暗号通貨プロジェクトアルゴランドを優秀と評価と。はい、これちょっとここ 2,3 日ね、ちょっと触れてるそのジョン・ウズさんという方が、アルゴランドに移った話ですね。この開発についてホスキンソンはダンカン・クーツが育児休暇中 IOG と の CTO としてウッズと仕事するのが楽しかったと語ったと。彼はウッズがアルゴランド CTO として加わるのを見て興奮しており、この開発が IOG とアルゴランド財団の将来のコラボレーションにつながる可能性があると付け加えたということで、ここはね、コラボレーションということが書いてあってちょっとね安心したなということをお伝えしたんですけど、はい、これがね、本当にこういう記事になると、これから先が楽しみだなというふうに思えた、いい記事だなと思いました。はい、下に行くと、アルゴランドにおけるウッズの役割。ウッズがアルゴランド財団 CTO に任命される前は、カルダの研究を担当する IOG のカルダのアーキテクチャのディレクターを務めていたことは注目に値します。ウッズがアルゴランド CTO に任命されると、彼は技術パートナーシップ、インフラストラクチャー開発、教育開発者ツール、エンゲージメントを担当することになりますと。ということですね。BTBF さん、ハイドラファミリーに多言語機能が追加され、一部のページで日本語とフランス語が利用可能になり、日本語翻訳を担当させていただきました。これは世界中にハイドラプロトコルを広げるため必要な機能です。私の提案を受けてくれた皆さんに感謝しますということで、こちらのサイトでハイドラの、更新ですかね、いろいろリファレンスとか書いてあって、技術者用のホームページになると思うんですけど、ここでね、ちょっと説明とかも読むと、ここにね、ハイドラの内容が分かりやすくなっているので、なんだろうな、技術的なところじゃなくても、ちょっと読むだけでもね、ちょっと勉強になるかな。ちょっと私さっとメイトしただけでちょっと理解できなかったので、また読まないとなと思ってるんですけど、はい、こういうのもありますよということで。はい、次、コインポスト、グレースケール投資信託からドット、BCH ビットコインキャッシュですね、など7銘柄を売却と。はい、こちらはコインポストのページになりますが、米国の大手暗号資産投資企業グレースケールは8日、同社の運用する投資信託ファンドの再編成を発表した。22年2級、4月から6月期の審査に応じて対象銘柄を多数取り除いた。グレースケール社は適格投資家を対象に、機関投資家らが仮想通貨を保有せず、エクスポージャーを得る手段としての仮想通貨投資信託を提供する大手企業、特に ETF への転換を米推進申請中のビットコイン投資信託は2013年に設立されており、BTC 総供給量の 3% に相当する638,200BTC の運用規模を誇ると。投資比率などが変更された投資信託は以下の通りということですね。はい、で銘柄、はい、ここに注目ですね。対象銘柄の変更。デジタルラージキャップファンドはバスケット型の投資信託で、これまで10銘柄で構成されていた。しかし2級中の価格パフォーマンスなどを受けて以下の銘柄を売却する形で比率を再編した。売却するのが、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ライトコイン、ポルカドット、ユニスワップと。はい、そしてその下、これを受け、同信託の投資比率は以下のように変更されたと。はい、ビットコイン、イーサリアム、カルダノということですね。ソラナ、アバランチということで、カルダノを 2.7% 持っていると。
まあ、ビットコイン、イーサリアムが大きいというのはね、全然変わらないけど、はい、カルダノが 2.7 ということですね。はい、まあなんか、まあまだか、まあ10分の1ぐらいですよね、イーサリアムに対して。はい、だから、もうちょっとあってもいいのかなという気がしますけどね。はい、コインポストからもう一個、米ロ仮想通貨マイニングと関係を断つよう日本に要請かと。はい、これはカルダノには直接関係なさそうですけどね。はい、米国は日本政府に対し暗号資産取引所やマイニング事業者がロシアとの関係を断つよう圧力を強化することを要請しているフィナンシャルタイムズが報じたと。関係筋によると米国の外交官は日本で公式認可されている仮想通貨取引所のうちいくつかがまだロシアで事業を行っていることを指摘し関係を断つよう日本政府に要求したと。シベリアのイルクーツク地方を拠点としている仮想通貨マイニング事業を停止させることが狙いだという。また日本のいくつかの取引所に近い情報筋は日本の金融庁もその監督下にある取引所に対してロシアのマイニング事業との関係を全て断つよう要請したと述べたということですね。はい、こんなことまで指示されてしまうと。はい、シベリアにおけるマイニング事業の例、イルクーツク地方は冷涼な気候のために機器冷却の必要が少なく安価な水力が利用できるため仮想通貨マイニングにやってきした地。今回米国が環境を断つように求めるロシアのマイニング企業の具体名は明かされていないが、イルクーツクで事業を行うマイニング企業としてはビットリバーも挙げられる。米財務省は4月にロシアに対する制裁強化策を発表、その際銀行などの金融機関以外にシベリアなどの地域で運営している仮想通貨マイニング事業ビットリバーも制裁対象としたと。同省はビットリバーがロシアの天然資源マネタイズに貢献していると説明していると。はい、ということで、まあそんなに影響はなさそうですけどね。はいはい、であと、ちょっとこれ、ツイッターじゃないんですけど、このバーチャっていう、この、なんていうかな、メタバースですね。これが今日ちょっと SPO のミーティングで話題になって、こんなやつなんですけど、カルダノサミットで、得た NFT とかね、それを持ってると少しなんか優遇されるみたいな話があったらしいんですけど、まあ、それはそれとしてですね、もう NFT がここで買えるので、ちょっと買っている人が多っぽかったのでね、みんな買ってみようかみたいな話になって、はい、その場で買った方もいらっしゃったし、はい、ちょっとね、メタバースの出来も結構進んでるみたいで、はい、自分も面白いなと思いましたね。で、これが、200ADAぐらいなんで、まあね、ちょっとね、そんなに大きな負担なく、まあ、買えるといえば買えるので、この辺からね、できる人はちょっと、買ってみようかなっていう人も何人かいらっしゃいましたね。で、これが、いつだ？サミットの時の NFT を、ちょっとどうするのかね、ちょっと私取れなかったので、私ももうちょっとどうしていいのか分かんないんですけど、それがある人はここに結構入りやすいということで、なんか、はい、こんな資源が取れるとかね、そういう話がこれからどんどん広まっていくなっていうのと、まあ、それはどのメタバースの、まあ、ものでも一緒だと思うんですけど、あとはサミットをやったメタバースプロジェクトということで、財団とかね、その辺が絡んでるから結構、まあどれでもいいやっていうんだったら、まあこれをねちょっと持って遊んでみるのもどうかなみたいな会話がありましたね。はい、でこの辺のね、これ懐かしいですよね、このアバターっていうか。なのでこれを持ってる人はちょっとね、こちらチェックしてみるといいんじゃないのかなと思います。はい、では値段に戻りまして 65.40 円ですね。はい、14,012.9×65.4 で元本が10万円ですので、計算しますと816,444円のプラスということになりまして、はい、816% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。明日選挙ですね。まあ、安倍さんも亡くなったということもあってちょっといろいろありましたけども、はい、選挙は行かれた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、天気、私のいるところ非常に悪いのでね、なかなか行きにくいんですけど行きたいと思います。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。